これからどうしよう。けいちゃん、おはよう。今日も頑張ろうね。今日は遅刻せずに済んでラッキー。新人のけいちゃんがいるのに、格好悪いところ見せられないもんね。待ってください、僕は。何？どうしたんですか？そのパンツとブラ、すっごくかわいい。どこで買ったの？これは違うんです。ちゃんと一人で制服着られたんだ。偉い偉い。葵さんは？葵でいいよ。僕もケイちゃんのことケイちゃんって呼んでるんだし。その葵はどうしてこんな服を着て女の子みたいにしてるの？僕このメイド服似合わないかな。可愛い服っていうのはね、誰のものでもないんだよ。可愛い服は可愛い人、綺麗な服は綺麗な人が着ればいいと思うんだ。ほら、ケイちゃんだって可愛いでしょ。僕たちは可愛い服を可愛く着て、いつも可愛い自分でいたいんだ。男の子でも女の子でもない、僕たちは男の子なんだよ。男の子。どうしたの？ああ、もしかして立っちゃった？何か、ごめん、ちょっとトイレ行って。逃げなくてもいいじゃない。だってもしトイレで抜いちゃったりしたら、匂いとかでケイちゃんがオナニーしてたこと気づかれちゃうよ。じっとしてて、僕が気持ちよくしてあげるから。あの葵、ケイちゃんのおちんちんカッチカチになっちゃってる。しかも先っぽが我慢汁でびちょびちょだよ。エッチなおちんちんだね。
まずはちょっと味見しちゃおう。してるんだからもっと可愛い声出して。そこはここオナニーの時にいじったことない？恥ずかしいところを指でいじられてそんなエッチな声出してるんだ。ほらわかる？ケイちゃんのお尻の穴だんだん柔らかく。ちょっと入れてみるね。痛っ。あっ、うん、入っちゃった。ここで行くとね、女の子が行く時の気持ちよさを。そんな。お尻の穴をいじってたらおちんちんがぬるぬる。ほんとかわいいよ。そんな答えは昼でべちょべちょのチンチン。だから行かせてチンチンと。よく言えたね。で、いいか。ございます。そろそろ来なくなるんだと思ってたけどちゃんと来たんだ。意外と根性あるじゃない。それとも実はもともと興味があったとか？別にそういうわけじゃ。ただ一度始めたことを。そう？むしろ長く続けると足抜けできなくなると思うんだけど。あんた一生男の子で居続けるわけじゃないんでしょ？つまり君はそういう覚悟をしてるってこと？そりゃ先のことは私だってわからないけど、とりあえずイオリンが店長しているうちはこの店にいるつもり。
不服そうね。あんた今のイオリンが気に入らないの？気に入らないってわけじゃないけど。じゃあ何？言いたいことがあるならはっきり言ったら。お兄ちゃんは子供の頃からすごかったんだ。成績はいつも学年トップで、体育祭ではいつも大活躍で、中学とか高校の頃にはお父さんとお母さんにとっては自慢の息子で、僕にとっても憧れのお兄ちゃんで、お兄ちゃんみたいになりたいって僕いつも思ってたんだ。それなのに。あんたさ、おはよう。今日も元気いっぱいでメイドさん頑張ろうね。あれどうしたの？なんかシリアスの空気が漂ってるけど。つかさ、いくらイオリンが大好きだからってケイちゃんもいびっちゃダメだよ。な、何言ってんのよ。いつ誰がいびったって言うの？つかさがお兄ちゃんのこと。うん、そうだよ。つかさってば気がつくとイオリンのこと目で追いかけてるもんね。うるさいわね。だから何だって言うのよ。イオリンみたいな人が近くにいたら憧れるのは当たり前じゃない。まったく、イオリンも何考えてるのかしら。こんなのを代理に指名するなんて。平気だよ、僕たちがちゃんとフォローするから。